はい、皆さんこんにちは、しおみんです。ですね、今回の動画はですね、先日行ってたですね、琵琶湖博物館、6月の5日、金曜日に、行ってましてですね、琵琶湖博物館の様子のビデオにしてみました。前半はですね、あそこの、ね、美術館ね、展示物が半分ぐらい、あとですね、川とか湖に、生きている生物が半分ぐらいということでですね、その両方の魅力が楽しめるという博物館です。両方とも撮影してきておりますので、よかったら最後まで見てください。それではどうぞ。Pickpocket my eye socket.
はい、琵琶湖博物館の様子いかがだったでしょうか。ね、やっぱりですね、まあちょっとまだコロナの影響もあってあんまり遠出もできないかとは思うんで、お子さん連れでもカップルでもいろいろ楽しめる博物館じゃないかなと思っております。よかったらですね、関西の皆さん、行ってみてはいかがかと思います。感動かな。ということで、また違う動画でもお会いしましょう。それではまた、さようなら。